ちょっとキモめなところを知る最高のチキンフリカッセの作り方。まず玉ねぎを厚めにスライス、ニンニクはみじん切り、しめじは手でほぐす。骨付き肉の足先を切り落とし、ももとすねに分けてから塩。フライパンにオイル、中火、鶏肉。もも肉の身をさっと焼いてから皮目に返し、こんがりと脂肪原色にしまって。そしたらバットに上げ、玉ねぎとニンニクを入れ半透明になるまで炒める。からのバターとしめじを加え、しんなりしたら薄力粉もシュッ。火加減を弱め軽く炒めたら白ワインを入れ、強火でアルコールを飛ばす。もも肉を再度戻し、洋風だしももう。あとは沸騰させてから弱火に切り替え、30分程度火入れします。時間になったら生クリームを入れ、ひと煮立ちさせてからドゥテキなソースが絡んだろ。今年も1年間ありがとうございました。綱友に幸あれ。イエーイ。綱ボーイ。